はい、どうも星です。今回はですね、他人の期待は無視しなさいっていう話をしますね。でなぜですね、他人の期待を無視してもいいのかっていうと、メリットがあなたになさすぎるからなんですね。で他人の期待というものはですね、もう全方向からやってくるんですよ。もういろんな方向から好きなこと言ってくるんですよね。もう一方向じゃないんですよ。例えば仕事に関してだと、サラリーマンがいいよっていう人もいれば、フリーランスになれっていう人もいれば、起業しろっていう人もいるわけですよ。もう本当にいろんな方向からいろんなこと言われるわけですよね。で言うことみんなバラバラだし、なんかみんなの期待に応えようとしたりとかね、こっちがいいんじゃないかあっちがいいんじゃないかとかって考えてるうちに、まあ、どれも中途半端に終わっちゃうんですよ。で結局何が大事なのかっていうと、あなたがあなたらしく生きるっていうことが一番大事なんですね。この自分らしく生きるっていう話になると、また自分らしく生きるにはどうすればいいんですかみたいな感じで言われるので、まあ、そこはまた別の問題になっちゃうんですけど、とにかくその自分っていうのは何が好きなのかなとか、自分って本当は何を求めてるんだっけっていうことを改めて認識する必要があるんですね。相手の期待に応えるのではなく、あくまで自分が求めているもの、自分の期待に応えるっていう風に発想を変えた方がいいんですね。で面白いことに、それで自分の期待に応えるとか、自分のしたいことに一生懸命やるっていうことをやってると、面白いことにですね、他人の期待に応えることにもつながってくるんですよ。例えばホッシーの場合、私の場合ですね、私の場合は、私はうつ病経験があるんですけど、うつ病を軽減したことによってですね、どうやったらもっと生きやすくなるのかなとか、どうやったらもっと楽に考えられるようになるのかっていうことをひたすらね、情報を探るってことをやってたんですね。でそれは最初は治療のためだったんですよ。自分がもっと早く良くなりたいかなっていうふうにやってたんですけど、だんだんですね、それがね、趣味になってきたんですね。もう今だいぶ生きやすくなってるし、症状もほとんど出てないんですけど、それでも毎日のようにですね、生きやす情報を検索したりとか、まあ、本でなんかね、それっぽい新しい本が出たりしたらすぐ買っちゃうぐらい、もうなんか生きやすさ情報マニアみたいな感じになってるんですね。でそういう情報をたくさん集めるのが好きだからこそ、誰かに話したいわけですよ。でも例えば身近な人間に話しても、全然ね、私のこう話したい欲っていうのが収まらないんですよね。例えば一人の人にバンバンぶつけても、その人疲れちゃうじゃないですか。だったらネットで情報発信した方がいいよねっていう風になったんですね。だってネットだったら、もう不特定多数の人にこうバッてやるから、私がね、どんだけ好きなだけ言ってもうるせえとかって言われないわけじゃないですか。ちょっと黙ってとか言われないわけなんで、だからこう好きなことをバーって発信してるわけですね。でも私のうつ病の経験であるとか、うつ病の経験からこう生み出された、私はメンタルハックって言ってるんですけど、その生きやすさ情報のことね、自分の心を客観的に見て分析して、そのハックして人生をより良い方向に持っていくっていうのがメンタルハックなんですけど、こう YouTube で発信してるうちにですね、救われましたとか、ちょっと気持ちが楽になりましたとかね、書いてくださる方も結構多いんですよ。でそれはなぜかというと、私は過去こういうふうなことがありました、でもこういうふうな考え方をすることによってこう変わりましたっていう話はですね、過去の私と同じ境遇の人にはやっぱりね、響くんですよ。私と同じような経験をしてる人がいる、でも今はそれなりにうまくやってるんだってなると、やっぱそれね、希望のストーリーになるわけじゃないですか。それを見ることによって、もちろん逆にね、それはお前しかできねえよっていうふうに反発する人もいるんですけど、ただその反発する人がいるということは、同時にやっぱり心を動かせる人もいるってわけなんですね。批判とか反発が来るっていうのはね、悪いことではなくて、むしろいいことなんですよ。逆のパターンの人間もたくさんいるっていう証拠になるんでね。で私はこうやってですね、自分のメンタルハックな情報をもう本当に好きなようにね、好きなだけ語ってさ、もう無責任にこうベラベラ喋ってるわけですよ、 YouTube でね。で本当に好きでやってるだけなんですけど、周りの方からね、そういうなんかいいですねとか、良かったですねとか、こんな話も聞きたいですみたいなリクエストをいただいたりとか、そういう風にやってるわけですよね。で、まあ、それでチャンネル登録者数がね、ありがたいことに増えていったりとか、まあ、後ろにあるようにね、うつを治す努力をしてきたので効果とないのでマッピングしてみたっていう本を出版する機会に恵まれたりとか、まあ、そういう風にお仕事が増えたりっていう風にしてるわけですよ。でこれはあくまで私は自分が生きやすさ情報をもっともっと探したい、でもっともっと発信することによって自分の中に蓄積していきたいっていう風に思って好きでやっている、要は自分の期待に応えているっていうことをただ続けているだけなんですけど、でもやっぱりそれは過去の私と同じような境遇にいた人たちにとっては、まあ、ありがとうございますとか、救われましたよとか、なんか一つ心の支えになってるわけですよね。でこれはその人たちの、まあ、ある意味では期待に応えているわけですよ。でも私の中では、まあ、ただ好きなことを言ってね、好きなことを発信してるだけなのに、そんないいって言ってもらえるのって本当にありがたいことだなっていうふうに思っているので、まあ、これはお互いにとって非常にいい状態ですよね。でも例えば他人のために、他人の期待に応えるためにやるっていうふうになると、自分が苦しくなっていくんですね。まあ、それがたまたまね、その自分にとってもやりたいことであったら、全然 OK なんですけど、自分はそんなにやりたくないのに、その他人の期待に応えなきゃいけないからやるみたいな感じになってると、やっぱ苦しくなってくるんですよ。
例えばなんか親がねやたらとその国立大学じゃなきゃダメだとかって言ってると、でも私は実はイラストレーターになりたくて専門学校行きたかったっていう人がいたとしたら、親が反対するから、一生懸命勉強して東京大学に行きましたみたいな、まあ、それは立派なことですけど、でもやっぱり本人の中ではねどこか不完全燃焼であるとか、そういうモヤモヤしたものが残るわけですよね。でこれっていうのは親の期待に応えようとするから東京大学に行ったっていう話ですよね。でもしそこで親の期待を無視して自分の期待に応えようとしていたらば、イラストの専門学校に行ってたわけですよ。でそこでもしその本人がすごく幸せそうにね、もう学校生活すごく楽しいと、イラストを描くのすごく楽しいよっていうふうに親に見せていたら、親はやっぱり、まあ、確かに世間体的にはとかね、自分のプライドとしては東京大学行ってほしかったけど、まあ、でもこの子はこんなに幸せだったなら私もやっぱりね、そっちの方が良かったかもしれないっていうふうに変わるかもしれないわけですよね。でそれは自分の期待に応えることによって他人の期待にも、まあ、ある種応えたっていう形になるわけですよ。まあ、なのでですね、やっぱり私の結論というのは変わらなくて、他人の期待っていうのは基本的には無視で OK なんですね。もう他人はやっぱ好きかって言うけど、責任は何も取っちゃくれないんですよ。例えばなんかサラリーマンの方が絶対安定してるからサラリーマンになれよっつって、私がサラリーマンに復帰して1ヶ月経ってうつ病が再発しましたってなったら、お前が言ってねサラリーマンに復帰したのにうつ病になったんだから損害賠償ね請求するぞとか言っても、そんなの成立しないじゃないですか。いやいや知らねえよってなるじゃないですか。だから他人の期待に応えても何の意味もないわけですね。だからあくまで自分は本当は何がやりたいのかと、で自分というものと一生懸命向き合ってですね、自分の期待に応えていくっていう人生に変えていってほしいなっていうふうに思います。今回はこんな感じでありがとうございました。